高津笠家は、公家の御石家の一つで、家族の公爵家の一つである。別称は山桃殿。鎌倉時代中頃、藤原北家着流のこの駅実の四男、金平が祖。県庁四年に、金平が、摂政、富士市長者宣言を賜り、ここに、後の御石家となる、家々の創設がなされた。家名は、平安系の高津笠工事に由来する。 江戸時代の家禄は戦国の地千五百国。明治維新後に家族に列し、明治十七年に広島りが公爵に除せられた。明治になった後もしばらくは、京都に暮らしていたが、やがて一部を除き、住まいを東京に移し、最初千代田区番長の旗本、栗島家二千五百国の屋敷を引き継ぎ、その後南阿座部、千田谷に京を構えた。家紋は、高塚紗ぼた 母大寺は、京都佐賀野にある、小倉山の二村院。下記に、記述のある高津笠室町家の墓石も、同様に二村院にあり、高津笠家の右隣に建てられている。戦国時代の十二代当主、高津笠忠冬に軽死がなく、1546年に一度、断絶した。しかし、高津笠家の断絶を惜しんだ、織田信長の勧めにより、1579年に二条。 晴吉の子が再興することとなった。その際、信長より、真の一字を与えられた勝笠信夫と名乗った。その後も、着手相続、設計、三宅からの養子相続を続け現在に至る。十五代当主、京平らの時、この系を除く高津や、九条家、一条家、二条家の当主がすべて京平らの実施で独占されていた時期がある。 1743年、官員の宮正し人王の第四王子であった厚宮が継承し、高津佐助平となり高津笠家は神別設計となった。江戸時代を通して高津笠家の当主が関白を務める機会が多かったことから関白屋と揶揄された。これらのことから徳川将軍家に近い存在であり、家光、綱吉、 家貞と三人の将軍へ御台所として、高塚酒より化している。高塚酒二十三代当主、高塚様政道は、広角天皇、仁皇天皇、公明天皇と三帝に仕え、歴史上最長の三十三年間にわたって、関白を務め、朝廷内において強大な権力を誇った。また、信夫夫の娘の講子は、 徳川家光の五代所となったが、弟の信平はこれを頼って、徳川将軍家の旗本に転身し、奇襲藩主、徳川頼信の娘、松姫をめとって、松平の名字を名乗ることを許された。これにより、高塚さ松平家は五石家出身であり、五三や五連士一門という得意な家となり、旗本ながら、十四にした。 左この絵少将という国主並みの簡易官職に認じられる。この武家の高塚松平家は、代を重ねるごとに加増され、信平の孫の信清の代に一万国となり、大名諸行に列した。高塚松平家は、徳川家一門の待遇を受け、御三家と同じ大老家という最高の価格が与えられ、法永六年に上野国吉井藩を立藩。藩主となった。 高津笠松平家が幕末までこの地を治めることとなる。公家から武家へと転身し、大名に登ったのは江戸時代を通して、この高津笠松平家のみである。また、明治維新に際し、松平家を返上し、吉井家に改正している。幕末において、助弘の子、タスク政が19歳で皇居したため、九条久忠の子、広志通りを養子に迎えた。 このため高塚佐家は、官員の宮家から分かれた、神別設計から外れることとなる。しかし大公、高塚佐正道、助弘親子が、多くの男子を他家へ、養子に出しており、聖画家の徳大寺や、西園寺家、今出川家へ養子となった当主から、さらに大臣家の中院家、うりん家の室町や、山本家、新館の高千穂や、千秋や、財閥の住友家などがへ、 養子入りしたため、これらの家々のは現在でも、高塚佐助平から始まる官員の明け系統の男子団系が続いている。またこの九条久忠は、高塚佐京平から七世子孫の男子団系である。広志通りの兄弟姉妹には、九条浅子、九条道公、二条元博がいる。また広志通りの四男、信幸の娘、高塚佐栄子が出家し、 高津笠受刑玉となり、長野県の前光時代本願の第121世保守を務めている。受玉保守は、その後、平成19年に養女を同じく、高津笠家より迎え、発体となった高津笠受刑境にが、現在副住職についている。27代当主、利市道は、昭和25年に、 昭和天皇の第三王女、高宮和子内親王と結婚した。すでに家族制度は廃止されており、旧豪設計、旧公爵家とはいえ一般平民となっていた家、直宮の巫女がつぐという歴史上、最初の事例となり当時マスコミなどがこぞって報道し、戦後の開かれた皇室として大きな話題となった。その後、松平常部と秋子夫妻の長男、 勝負を養子として迎えた。勝負の祖父は、佐賀藩、鍋島家からの養子であり遡ると、九州の名族、小西市の男系男子とつながる。厳冬主の勝負は、NEC 関連会社社長などを務めた後、伊勢神宮大宮市を経て、現在は、神社長通りの職についている。また日本会議の会員でもある。高塚や、高塚松平家国立歴史民俗博物館の、 急行給料取調庁データベースより算出した幕末期の高塚酒量は以下の通り、吉井藩鹿の所領は吉井藩を参照。ありがとうございます。